こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今回もですね、駒崎さんを呼んで、二代目大家のための家訓シリーズをですね、はい、お送りさせていただきたいと思います。いかにですね、賃貸経営をお子さんに引き継ぐためにですね、やっぱり家訓、自分の思いを乗っけて、承継をするというところが非常に大事だよと、ところですね、生のこのね、いろんな方の家訓を通じて、の思いというのをですね、皆さんに考えていただきたいなというふうに思っております。お願いします。はい。ファイナンシャルプランナーの駒崎です。前回に続き、私の家訓ですね。はい。はい。二つ目ということで。二つ目。はい。もう行きますか？行きます。早速。行きましょうか。はい。はい。これはですね。はい。はい、周囲の人から頼られる存在になれ。周囲の人から頼りにされる存在になれ、はい、なると、はあ、これはどういったあれですかね、はいはいはい、まあ、これはですね、はい、これをやり続ければ、うん、最終的に自分の周りに人がいるっていう、うん、なるほどなるほどことをですね、はあはあ、目的とした課題なんですけども、はいはいはい、なので、まあ、ビジネスの世界で言えば人脈、うん、人脈、はい、うんうん、はい、まあ、子供の頃で言えばですね、まあ、仲間とか友達とかですね、はい、なんで、まあ、人生、長い人生の中で、うん、いろんなコミュニティってあると思うんですよね。うん、まあ、子供の頃で言えば、まあ、保育園、幼稚園から始まり、うん、小中高と、はいはい、で。大人になればですね、会社というものであったり、うん、まあ、昔の友達だったり、うん、あとは趣味の仲間とか、うん、はい、いろんなコミュニティありますよね。うん、はい、でどんなコミュニティでも、うん、まあ、自分自身が周りから頼りにされるというような存在になればですね、うん、最終的にやっぱり、まあ、友人も増えるし、うん、はい、まあ、自分が困った時に助けてくれる、うん、という人脈も増えるんじゃないかなと思ってます。うんうん、なるほど、はい。頼りにされる結構難しいなと思っているんですけど、ね、はい、どうやったら頼りにされるんですかね。はいはい、どうやったらっていうところはですね、はいはいはい、一つ目の家訓のところです、ね。あ、はいはい、言ってましたね。ここをやっていけば。はい、何でしたか、はい、もう一度一つ目の家訓、はい、一つ目の家訓の方は、はい、正直で親切。うんうんうん、で、ということですね、うん、はい。まずこれをやりきるということで、うんうんうん、それで心の強い人になるというのが一つ目の家訓でしたので、うんうんうん、はい、まあ、非常に、まあ、自分に正直ですね。まあ、親切にするってことですね。はい、そうですね、親切に、ね。親切にすると頼りにされるよみたいな。はい、なるほど、はい。なるほど。そうなんですよ。この親切心っていうのは、まあ、一つ目の、はい、うん、家訓の時にも言いましたけども、うん、まあ、利害関係とか、うん、何か見返りを求めるんじゃなくて、うんうん、はい。とにかく人に親切にしていけばっていうことですね。はい、ギブの精神ですよね。ギブだけです。はい、ギブギブギブ。ギブギブギブですよ、これ、はい。そうです、はい。はい。これなかなか難しいですよね。難しいんですよ。できてる人が、はい、そんなにいないんじゃないか。そんなにいないと思うんです、ね。絶対もうギブ&テイクみたいな。はい、むしろテイクしか求めない人も、はい、いるかもしれない。いますよね。そうですね。そうなんですよ。はい、テイクだけを求めていて、頼りにされるわけがな い, い、ね。そうですね。まあ、むしろ離れていっちゃうんですね。そうですね。離れていくと思います。先にテイクを求めてギブじゃないですよね。うん、そうそうそう、そう、はい。とにかくギブを続けていけば、はい、いずれっていうところですね。はい、なるほど。これがつながるんですよね。二つ目の角度というですね、はい。なるほど。とにかく頼りにされる。うん、される、はい。はい。存在になれと、はいね、はい。やっぱ人脈大事ですよね。はい、大事です。はいはい、何するにしても人脈と言っていいぐらいじゃないですか、はい、本当そう思いますね、はい、逆に人脈があればビジネスもやりやすいですよね、うん、そうなんですよ、はい、こう何でも特に大家さんって何でも一人でやりがちじゃないですか、はいね、まあ、できなくもないんで、はい、一人でやりがちなんですけども、はい、でもやっぱり限界があると思っていて、ね、はい、やっぱりそのクオリティ、うん、例えばですよ、はい、ね、自分で、うん、その DIY やって、ええ、リフォームやるって、まあ、確かにそれは素晴らしい、はい、しそれを極めれば、はい、もちろんいいんですよ、うん、いいんですけども、でも周りのプロから比べたら、うん、やっぱりそこのクオリティってどうなのっていうところもやっぱりあるわけじゃないですか、そうですね、はい、うん、そうするとやっぱりそこの自分じゃない方が、はい、任せた方がいいっていうことも多々あると思うんですよね、うん、多々あると思いますね、多々あります、はい、その時に自分がその納得するクオリティをできる人にお願いをすると、はいはいはい、そうするとやっぱ人脈しかない。そうなんですよ。ね、人脈なんですよ。はい、この人脈も、だからそういった、まあ、商売の関係性であったとしたら、もちろんお金って関係性出てきますけども、うんうんうん、お金もらってもこの人と付き合いたくないっていう場合もありますもんね。うんうん、めちゃめちゃありますよ。もういいお金いらないですよ。お金と縁切りたいですって。ちょっと正直、はい、正直ありますよ、それ。はい。なので、そういった人になっちゃダメなわけで
ですね、うん、はい、そうではなくて、まあ、お金が払うとしたとしても、うん、はい、相手からもこの人と、うん、まあ、仕事をしたい、うん、この人の仕事を受けたいというふうにやっぱ思われるようにならないといけないですよね、うん、あ、そう、はい、あれ意外にやっぱ大家さん特に勘違いしがちで、はい、こっちが払う立場だから、はい、女もこう寄ってくれるには決まってるじゃんみたいな感じで、こういうね、ちょっと横柄な態度が横柄になったりとか言って大丈夫です、もうこれ考えようかなと思って大丈夫です、で、そうね、はい、それはね、金払えばいいと思ってる感覚があるんじゃないかな、はい、そう思いますよね、うん、いやでもこちらからするとですよ、はい、いらないですか、あなた、はい、いらないから、はい、付き合いもしたくないですっていう、はい、そこがあるんだってことをやっぱりはね、はい、思ってほしいです、考えてほしいなと思ってるわけですよ、はい、そうですよね、はい、なんかやっぱ大家さんとしては、うん、やっぱり、いろんな関わり合いを持つような不動産管理会社さんでしたり、うんうんうん、やっぱり顧問税理士とはですね、うん、やっぱりうまく付き合わないといけないと思うんですよね、うんうん、はい、っていうところに行くとやっぱこの家訓の意味っていうのはすごく重要かなと思ってますね、うんうん、そうですね、はい、うん、はい、頼りにされる人になれ、はい、周囲から頼りに、そうですね、はい、はい、まあ、どんなところに行ってもですよね、うん、まあ、本当年を重ねていったとしても、うん、その仲間たちと、うん、そういういろんなコミュニティの中でも、うん、あの人とちょっと話したいねって思われるとか、うん、はい、今度お茶しに行こうよって思われるとか、はい、これ年齢いけばいくほど、はい、むしろ大事になってきますね、大事だと思いますね、はい、うん、まあ、特にそれで逆にですね、まあ、見落としがちなところは家族っていうのですね、うん、はい、年齢いけばいくほど当たり前、家族はついてるのが当たり前というふうに思っちゃうと、うん、家族も逃げていく可能性もありますからね、うん、そうですね、はい、ちょっとドキッとしましたね、はい、ちょっと頼りに、ずっと頼りにされるようにしないと、そうですね、お金だけじゃないですかね、子供から見限られてしまったらどうしても、ちょっと心配になっちゃいました、はいはい、そうなんですよ、なるほど、はい、うん、ということで、はい、今回も非常にいい家訓だなと思いました、はいはいはい。じゃあまた次回ね、3本目、はい、3つ目、お話ししていただきたいと思います。はい。ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。